パジャマでございます。私の右乳と左乳は私のままであるジャマでございます。ということで、何でしょうね、いろいろ言うとりますが、ジャマでございます。まあ、まずはね、昨日の動画をね、釣り動画だとか、まあね、なんかコメント見ると、そういうことじゃないみたいなコメントもあってですね、これは失礼いたしたなと、ボケがね、お滑りになられたんだと、まあ、今現在もね、動画公開されてますので、お滑り中ということになってますけどもね、その辺はね、申し訳ございませんでしたということで、やっていきたいと思いますということで、なんでしょうね、今日の動画なんですけども、まあ、このね、豊富な財力を使って、まあ、今まで取ってきた FP、そしてレベマーにしてきた人たちをね、使って、まあ、こう、いろんなイレブンを作りたいと思ってね、なんとかイレブンみたいな。まあ、縛りですよね、言うたら。ワンタッチパスだけでつなぐ、ワンタッチイレブンとかね。まあ、そういうのを含めてやっていきたいなと思ってやっていたんですけども、まあ、普通にね、レート上げもしつつ、ボンバーしていたわけですけども、見つけちゃいましたね。イブファンデルベーゲ。イブファンデルベーゲの強い3トップの作り方ですね。こちら。オバメ、キーン、マイケル・オーエン。まあ、この人選にはね、そこまでそんなにこだわってなくて、3人がラインブレーカーであり、そしてこの真ん中の人 ST、もしくは真ん中センターフォワードの両端 ST とかで、ちょっとこう、なんて言うんだろうね、全員ね、3センターフォワード、センターフォワードにしてラインブレーカーだと、こう、同じ動きをするんで、ただただラインをグーって下げられて終わりなんですけど、ST とかにすると1人だけ戻ってきて、速攻にパス当てて、2人走ってる、そこ狙える、足元入れる、真ん中走る、みたいな感じで、こうなんていうの、ガタガタっていうね、こう、幅ができるという、なんて言えばいいんだろう。まあ、なんて言えばいいかわかんないイレブンでございますね。ただ、私持ってないのでですね、ちょっとラインブレーカーが生きた感じで気持ちよく、やっぱりラインブレーカーがいいねっていう動画にしたかったんですけど、締めをねということで、まあ、リトリート、裏抜けには強い、そんな監督が来てしまいましたが、ペロペロペロチョーンということで、やっていきたいと思います。なんかね、まあ、4日前ぐらいでしたっけ、やっぱりチャマはツナルだねみたいな動画を出したら、あのね、イブファンデルベーゲーを取れてないのか、ツナルが大好きだからか知らないけど、まあ、チャマキッズのね、ツナル派の人たちがすごく喜んでいましたけども、結構強いですよ、やっぱりイブファンデル、お願いしますということで、ここね、ここはめんどくさい、取っちゃったけど、まあ、ちょっとここはね、やっぱウイングがいた方がいいなってことで、正直ね、あのトゥナルは、あ、じゃあシメオネは、あれがいいです、トゥナルの方がいい、ワイドにね、結構シメオネってサイドからの攻撃苦手なんで、そこをね、グイーンってやれたらいいんですけど、はい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 、ここでね、ガンガン狙っていくと、スリートップを狙っていく。よいしょ。で、ここも、ああ、これほら、もう、オバメで、うーんよ、オバメで、うーん、ほらららら。で、これね、オバメがね、オバメを警戒して、足の速いセンターバックじゃない、サイドバックを上げたら、そこはもう、オバメのね、高さでクロスゲーグーンみたいな。ここもね、もう、無理なわけですよ。はい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 、ここ、はい、あ、ちょ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 、危ない。これ、間に合わないぞ。よいしょ。あ、ちょちょちょ、危ない。今触らなくてよかったけど、まあ危なかったね、今ちょっとね、これのね、フォーメーションの、ちょっとね、なんていうの、危ないところは、ああいう感じでね、こう、どん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 前に、早く攻める、早く攻める、そういうことを意識しすぎて、ビルドアップが苦手になる、そういうところ、あ、下手になる、そこをね、気にしていかなきゃいけない。あとはもう、あのね、あのコーナーキックの点の取られ方しても、もう塩ついてね、防げないんで、ノーリアクションになってますね、私ね。ノーリアクションになってる。あのコーナーキックで決まると、もう、あ、はいはい、みたいな、もう、うん、あ、それ決まるよね、みたいな。ワンツーパスが通ったぐらいの感じにしか、感じなくなってるんですよね。はい。はい、OK。あ、惜しいな。いいね。ここね、やっぱ、シューキャンとかを織り交ぜながら、スリーセンターフォワード、中央しかいけないけど、そこをね、どうにか、こうにか、
こうクリアしていくっていうところを今ね練習中なんですよ。はいはい。あ、ジェズスなんで今走ってないの？ラインブレーキでしょ？そう、一番やばいやつ、一番やばいやつだから。はい、ね、高度の駆け引きありましたよと。いやほやなあ、やめて、パスやめて、パスは危ない今のね、マニキーで相手をちょっとグッてやった後にグッてこうね、もたついてたからいいかな思ったけど、攻撃意識マックスのクソ回線褒めやんけ。お、こいつクソ回線だな。あ、でもシメオネの一個上げは結構強いのか。逆にね、逆にありがたいですわ。こっちはラインブレーカー3人揃えてるんで。OK。あ、惜しいな。これはもう、とにかく狙っていくと。あ、いいね。ここは？おお。ちょっとね、オートスラー、ちょっと暴発ひどくないですか、ちょっと。そんなやられて、うちのチャマンジーさんチームの選手たちが不憫で仕方ないですよ。はい、あ、読まれてるか。ここで事故らしていくぞ、ここで事故らしていけお前ら。うーん、おっと、いやここね人数かけたくない。お、あ、あれだ、あれだ、あれだ、神ここ、あ、ちょ、あ、これまずいね、完全にはめられてるぞ。サイドバックの前に攻撃意識が高いからさ、サイドバックの前にグーンって来ちゃうわ。おパス出されたくない。終わったわ、終わった。どうすればいいの吉野家イレブン。まあでも今んとこね、まだちょっとチャマーの状態が仕上がってないということなんで、これ仕上がり次第、はい、これで完璧なんだよね。ここがムバッピくるみたいな。はい、仕上がった。はい、できましたよ。よし、あと1点、まあ、前半までにね取れれば。うん、ひよっとんな相手もな、完全にな。ちょっとメッシがうざいですね。メッシの位置がちょっとうざいなというところはありますが、はい、あ、そいつじゃない、あ、いい、ここなんだよな。おっ、ちょっとグラウンド出ろ出ろ、よし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 、仕返しすればいいだけや。1点目取られたからな、それをチャマ逃さへんぞと。ファンダイクの方がいいかな。でもオバメはちょっと入れたい、落とし頃だよね。まあルーベン・ディアスにかけよう。デリフトはね、デリフトがいたらデリフト強いんだけど、あとねこのフォーメーションしてね、ちょっとねあれって思ったのが、左利きがいないんでコーナーキックのちょっと精度がボンバーみたいなところはあると。うるさいぞ携帯のくせに。ラインがピカピカ、あ、チャンス、あ、そ、取れ取れお前、ムバッペ何してんの。いい、これ危ないね。よし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 、上向かしたくないな、これ上向かしたくないな、これ。はい、あ、危ない、あ、あらららはいらららはいららで、ST がいるからあそこね、いい感じで、よっしゃ来た、これはチャンスじゃない。奥か手前か、打っちゃいます。完璧だね、完璧、見てた今。ああいう時に何を見るかっていうと、中の状態ですよ。相手がどこにカーソルを合わせて誰にこうケアしてるか、ビビってるかってことよね。あ、オバメ行きたいな、あそこオバメ行きたかったけどな。へい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 、あ、出せれば、あ、神、あ、いや、それじゃないんだけど、横、うん、でもまあオフサイズだったからね、ちょっとトラップスルーじゃなかったかもね今のね。あれ、これもしかして前半でむちゃくちゃおじさんか、これ。あ、そうだよね、アスピリ、アスピリ、お前ちょっと大丈夫か、オッケーない、来た、ここだ。いやー、意外と意外と抜けきれてない、こいつらラインブレーカーが。はい、出すぜ。あ、おお、ゲーム画面が取れてないやん。ちょっと待って、じゃあよ、前半40分まではちょっとこれやな、これ、あの PS4 のね、あの録画になっちゃうんで、ちょっと画面がね、画面がちょっとね、画質は悪いっちゃ悪いんですよ。そこだけねご注意くださいということで、ここな、へい、はい、どんなルンマの足元、あ、抜けてな、あそこ、えぐいなマジで。オートスラー害悪すぎるんだよな本当。はい、はい、
はい、ここ。あ、ちょっと取れる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 。なあ、あ、はい、はい、あ、あ、これなんだよな、こういう瞬間の使い方。ちょっとずらして瞬間で前に進んでポーン、前に進んでポーン。あ、悲しいだろうね。前半から攻撃意識1個上げてよ、ぶっ飛ばしてよ、それでも勝ちない相手がいるな。ちょっと危ない危ない危ない、あんま調子に乗るとね、もうピンチだから。オフサイドというルールがあって、そのありがたさを信じてよかった。終わるかな、うん、素晴らしい未来が待ってそうな前半でした。そうね、スタッツ的に見たら、うん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 、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。でも前の3人うざそうでしょこれね。正直ちょっとね、攻撃1個上げで面食らってたとこあるけど、これね、実はシメオネに関してこの3トップのこう戦術に関しては普通のねやつの方がいいんですよね。ワンダーイク、ワンダーイクの強さ、ほら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 、オッケー、ナイス、ここだよね、ここ、こいいね。で外、はい、神、中に出したいな。あ、オバメ上が開く、あ、惜しい。やっぱあそこね、相手はいたけど、おお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 お、ここ一列、あ、ちょ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 、ラッキーンだったのに。あ、ちょっと俺焦ってるぞ、一旦落ち着こう、ちょっと深呼吸 OK。 ここでちゃん、まあ、ちょっとボール回してみようかな、落ち着くために。ちょっとテンポが速すぎるわ、うん、ちょっとだけちょっとだけ落ち着いてみましょう。あー、惜しいな、ほら読んでるっつーの、はい、ここだっつーの。あ、ほら、ここでね、オバメが出てきてほしいんだけど、ちょっとオバメがね、今完全にね見てたね、今ね、オバメが、オバメお前次 1,2,3 みたいな感じで、はい、これで、が惜しい。どんだけこけとんねん、オートスラー。はい、これマニュアルスラー、いらっしゃい。走ってくれ、あ、違うんだよ、いいね、お場面、あ、いいね、中入ってくれるかな。あ、ちょっと来てないわ、来てないじゃん、お前、おっと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 、あ、チャンス、はい、ムバッペ、はい、ガミー、出勤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 、パワー、よっしゃ、マジ強え、俺今日、今日マジね、良かったんだよね、やっぱアップがうまいこと言ってた。あー、外、ほら中見るでしょ、はい、調子乗った、完全に遊んだ、完全に遊んだ今のは。あの、悪いとこ出てます、悪いとこ出てる、これ邪魔、落ち着いていこう、落ち着いていこう。あ、これいいんじゃない、通るよね、外開いて、あ、いいんじゃない、はい、落とそう落とそう、あ、いや、し、金頑張れ、戻せ、いや、もうやることないんだよな、マジで、何も考えずして集キャン繰り返し、はい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 、あ、前が良かったな、もっと、はい、来たー、うわー、神ー、おー、強靭だよな、判断力の速さが今日エグいわ、何この俺、何今日、Today is the day って感じ。ここで、ここでまたやるから、調子に乗ったらダメだ、やっぱ心はホットに、体はヒートにみたいな、なんかあるやん、言葉ね、頭、頭なんか冷静になれみたいな、でも情熱は持ってみたいな、オッケーオッケー。やっぱね、攻撃意識1個上げもいいんですけども、やっぱり AI に頼ってる時点でね、ワンパターン化してしまうっていうところはあるわけですよね。おっと、ちょ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 、キーンがボーン、ドラップスルーでした。あ、そこ抜けてくれたらよかったんだけどね、俺のアイディアにウィニングイレブンがついてきてない。こらー、こらー、これは、はい、こうで、ここ中がもう一回戻していく。あー、怖い怖い怖い、ここ空いてる、いや、欲しい、全て見えてます、私全て見える、で、こっからやから、こっから地獄の
クロスゲーの時間です。ひー、あ、ペレちゃんがやばい。ビダとミリトンってどっちが大きいんだろう。この時期こんな上で楽しんでるやついるかな。ビザの方がちっちゃいね。だジェズスをボンバーしてヒー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 と。オバメよりネイマールの方がいいかな。まあいいや、トレイラ入れよ。トレイラ最近またハマってます。あれちょっと待って、ティモシーウェアがいたような空気が気がすんだけど、見間違いかな。え、この時間からのティモシーウェアっていうと調子が悪いのか、スパサブついてんのかって話だけど。はい、ペレちゃん、いいパス。はい、ここ。あー、ここ前に出て、それールカク、ルカク、ほら、ルカクのシュート。おー、怖いね怖いね。あんだけさ、前後ろから2人とかにググググググやられてなおよ、あの強力なシュートを打てるっていうのは、もうこれ以上の、もうこれ以上の能力は必要ないですって。フォワードに対してね、あのチャマが夢見たフォワード能力全部持ってる、それがルカッキー。オッケー、あ、届かないな、届かな、はいはい、外外外ケアして、外ケアしてるよ。はい、デジガニャー、おー、ルカク、ルカク、もう一回、もう一回、もう一回、うーわー、もう一回、ルカク、暴れろ、ルカク、暴れろ、戻れ、戻れ、あ、いいね、いいね、いいね、ルカク、はい、はい、あ、そこね、通して、ルカクに落として、あいー、あ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 、まあ、一応読めてはいたけど、今の攻め読めてはいたけど、だいぶ深いところまで行かれちゃった。それあんたの技術よ、分かってたのに止められないんだもん。それあんたの技術。そうですね、ここに1店舗遅れる、この間に1人帰ってくる。オバメ、ちょっと厳しめに言うと、それあんたの技術。はい、あ、いいね、あ、あ、いや、ちょっと遅いんじゃない、それは多分もうワンテンポダイレス。ここ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 ルカク、ルカク、ルカク、もう勝て勝て勝て、殺せ殺せ殺せ、ルカク、オッケー、超気持ちいい。まあでもね、一つね、言えることがあって、まあこの人すごくいい攻め方してたよね、前半。確かにやっぱりね、攻撃意識1個上げてこうガッとくるっていうのはね、とてもいいことだけど、やっぱりそこでね、勝ちきれないとなると次のギアがないわけ、次のギアがない、それ難しいですね。普通に殴り合いして、まあ、試合して勝つ、これが一番いい。でもまあサッカーだから、なんか事故で点取られたり運が悪くとかで勝ちきれない、そういう時に攻撃意識をグッと1個上げて、こうもう1個ギアをね、ギアを入れてボンバーしていくみたいなのがね、大事になってくると思うんですけども、そこがね、やっぱなかなかできてないということで、ボンバーなタイミングだったのかなとは思いますけどもね。あ、え、ちょっと待って、俺また試合取れてないんだけど、マジ、待って、もうじゃあ俺プレステ4のビデオクリップをパー、なんなん、めっちゃいい試合撮るだろうね、ビデオクリップをパーだわ。あ、ということでラインブレーカーおじさんたちで相手をパニックに落とし、褒めでございました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたしました。ではまた明日でございました。さようならでした。まったねー。こんにちは、ペスジャパンのチャマです。ウディです。BJ です。マヤギカです。この度、オンラインでウイニングイレブンを教えるサービスを始めました。僕と一緒にプレイスタイルを見つけませんか？
ウィーレの勝ち方、マイクラブのレートの上げ方、一緒に学んでいきましょう。僕と一緒にウィーニングイレブンで世界を目指しましょう。とにかくウィーレが楽しくなる技術をたくさん教えます。詳細は紹介文にある URL から飛びますので、ペスジャパンの公式ぜひぜひ見てください。皆さんどうぞ参加してね。よろしく、よろしくお願いします。パー。